エムズダンスレッスンをご覧の皆様、こんにちは。エムズダンスアカデミーの室伏ひろあきです。青沼彩です。今回はスローフォークソロットの3・4・ラベンを解説していきたいと思います。主に解説するポイントは2点。1点目が足の位置関係、ポジションオブザフィートに関して、あともう一つは3・4・ラベンの踊り方は、4拍子じゃなくて、3拍子で踊るようになりますので、その2点をちょっと解説していきたいと思います。最後までお楽しみください。それではですね、最初に、冒頭で説明した1つ目、ポジションオブザフィート、足の位置関係についてご説明したいと思います。スリーボラベーの、踊り方で多分いろんなレッスン動画が載っていると思うんですけれども、ポジションの変化が必ずあります。でそのポジションがどこから来ているかというと、もともとは足元の位置関係、フィートなんで靴の場所ですね、から来てます。で例えばクローズドポジションだと、お互いの足がこう少し左側にずれて平行に向かい合っている場所に置いた時に、まあ、触れるボディの場所がだいたい右と右になっています。で例えばプルムなどとかコーラベーですと、お互いの足の場所がこれなんかハの字になっていますね。なので、女性がこのように斜めに立っていて、男性がその横にこのように立っていると、だいたい男性の右側と女性の左側が近づいて、反対側が V の字に開くというのはこのような位置関係になります。このような感じですね。でなのでポジションを見るときには、結構足の位置関係から見直してあげると、すごくナチュラルにお互いにボディのコンタクトが作れるようになります。で3・4・ラベンの1歩目でよくある問題が、男性が左サイドが離れてしまうとか回りすぎてしまうということがよくあるんですけれども、結構僕たちもそういうふうに言われたことがあって、回らないように気をつけるんですけど、そうすると今度入れ替われなくなってしまうんですね。でどういうふうにするとうまく入れ替われるのかというと、ここからクローズポジションでまず1歩目前進します。回転がなかったとしたら、僕の左足と女性の右足は先ほどのクローズポジションと同じようにこのような位置関係でつきます。反対側から見てします。回転がなしだとこのような位置関係でつきます。でこの位置関係でついた状態で左に回ってしまうと失敗します。こうやってついてしまった状態で左に回るとこのようにねじれてしまいます。なんでこの僕だったら左足、女性の右足を回転がなかったらここなんですけれども、左側の方に回転していく場合は下から順に変わっていって、この足の位置関係を少し置き直すことが必要になります。これがまっすぐなままついて回るんではなくて、2人の足がこのようにちょっとカーブしていく感じ、ここからこのようについていくと、スリーパラレルの1個目でお互いにこう薄い下が起きずに2人が入れ替わっていけると思います。なんでフォーラーベイに、変化するときも、男性は腰だけではなくて右足をしっかり斜めのように後退についてあげています。この後の女性も、特に女性が後退から前進に変わるところが難しいんですけれども、その時もこのまままっすぐこのようについてしまうと、次女性が全身にクローズポジションになるのがすごく難しくなってしまうので、あらかじめ足の位置を少し内側の方に向けてあげると、このようにスムーズにクローズポジションに変化して、フォーラベイからクローズポジションに変化して全身交代のように切り替えていくことができると思います。これまず試してみてください。
では次にですね、スリーフォロメンの踊り方の、本来ならスローフォックストロットは4拍子で踊るんですけれども、スリーフォロメンは3拍子で踊ります。3拍子で踊るってことは、本来なら1、2、3、4の4カウントで1つのスイングをするのを、スリーフォロメンの場合は1、2、3の3カウントで1つのスイングを踊ります。で例えば、1、2、3の3勝の3本目でしたら、1個のスイング、その後4、5、6で2個目のスイング、7、8、9で3個目というように3拍子ずつに区切って踊っていきます。で、その1個のスイングに合わせて自分のボディをここから1度スイングした状態、ここから1度スイングした状態というふうに小節ごとに区切ってボディをスイングさせてあげると非常に立体的に踊れると思います。これがちょっと悪い例でフラットに踊りすぎてしまったり、もしくはスネが速すぎるという方はそのスイングに合わせたボディの変化を行ってないと思います。ちょっと一度お見せします。ちょっと悪い例、本来ならば3拍子で1個のスイングなのが、こうやって踊ってしまうと少しスイングが小さくて区切ってある形になります。少し上からうるさいという感じですね。で、またもう一個悪い例、スイングをしないでそのまままっすぐ行ってしまうとどうなるかというと、次のスイングの準備ができないのでこのまま後ろの方に倒れていってしまうようなケースが起きやすいです。なので、口で数えながらやります。まず1個目のスイングは、1、2、3。この後2個目のスイング、4、5、6。この後3つ目のスイング、7、8、9。最後4つ目のスイング、10、11、12。このような感じで踊ってあげると次に全身交代うまく入れ替わって踊っていけるようになると思いますので試してやってみてください。